番アイアン。3番アイアン。グリーンさん人がいるんで3点で刻みます。アイアンの練習ミニサイド OK。 はい、ナイス。よし、カモン。105のピン手前フォロー。100でいいんじゃねえかな。100ヤード52度。これも手前から。お？おお、ナイスオン。ナイス。サンキュー。95。95ヤード。55度。55度。するねー。ナイスオン。同じくらい52。はいよ。一番プレッシャーのかかる100ヤード。ちょっと計算違いだと100引いたつもりだと。手前からからから止まっちゃったオッケーオッケー。目標誰が一人バーディー取る。サンバディーズナイツ3人取る。はい、カモン。いった。うわ、落ちない。ナイス。ナイパ。先に。よし。2番目いきます。2番目バーディートライ。刺された。ゲッゲッ。クラちゃん違うな。ありがとう。3人目バーディートライ。いやナイスパーそうか、覚えた。いい、さあ、よかった。超えてった。いい。4番バッターバーディートライワンバーディーゼロでネクシェイがあった。14番366上げ。左キック。ちょっとキックが何のためワンモア。
これも確定ワンペだな。残り150。じゃあフェード。手前バンカー140激上げ、強くいった、ナイスアデちゃん9130。左グリーン左奥ギリチョンパ77、55だね。55、おう手前これはどうしようもねえな。意地を狙った。あざす。狙ったけどまさか入るとは思わなかった。15番193、5番アイアンで、はい、いいグリーン、あーもう5だな。2番 UT、 2番 UT 19度、はいよ、あ、また引っ張った、やばい、左
て止まったっぽい。4鉄きちっと増えた。あ、俺もミニグリーンだ。ミニグリーン奥だ。オッケー。30ヤードブレか。上げ。あー弱い。踏めた。おお、オッケーでしょう。ナイス。パンダメ。はいよ。ああ流れる。流れが止まってくれない。うん。さあ、もう弱い。もう、見た？お、激曲がり。はい。で、初打棒。ナイス。パーで。ナイパー。ナイパー。ドライバーで火の上。からフェード。じゃあ、ほふう。白だ。ドライバーでまっすぐ。はい。ピンクのドライバー。第三のドライバー。よいしょ。うまい。あ、まあまずいかな。ハンドパワーするんですけど、まずいかな。どうぞ。俺もダボだ。まっすぐ行ってくれ。まっすぐ一番難しいだよ。だからよ。左目。ああ。抜けた。球なんだか球なんだか。抜けたんだ。抜けたように見えたと思う。ダルビリッツだな。35ヤード。うわっと。弱い。ああ。
ナイス。はい。今日4点。いい。ドローが打てない。ドローですか。あがん、今日はダメだ。グッ、オッケー、フェアウェイ右よいしょ。ここは300あるな。いや、奥で280300だ。この上げだば、この上げ、この上げ、やってしもうた。ヘッドアップってやつだな。まっすぐエアフェード。フリー右手前。残り210。あげ。フリーくないからスプーン。火の方向だな、当たったほどはしねえけど。150。7番だな。アゲンスト7鉄。うん、7鉄でもタゲグ出れば怪しんた感じするな。これぐらい、これぐらい残してる。うん、しかも左足上がり。むずいよ。6で。6鉄ワングリップアマシュエ。つえな、風な、手前。おごさいったっぺ。よし、元気かい。おやおや。アボプラスロスト。アボだ。9。手前か。ああ。
出た。ああ。6のカットで。ナイスカット。同じく6カットで。ナイソン左グリーン38ヤード38、うん、手前受けてるからちょっと上げもうちょっと大げさ行ってほしかったむずい入る。うん。That's right。うわあ、綺麗だ。曲がった。今。今ペン。Go。あ、しかも強い。ああ、切れた。おかげで、おぉ。さあ、いい、ゴムいる。いい。うえぇ、さあ。さあ、ほぎれ。いいか。いいうん、はい。決めてくれっす。はい、ナイス。あざしたー。ありがとうございました。優勝はムーさんだな。はい、どうもありがとうございます。表彰式。表彰式。また自宅で後ほどだ。はい、あらゆっと。お疲れ様でございます。ということで、練習ラウンド終わってきたんですけども、まだ9月とはいえ33度ということで、今日もまだ川に水浴びに来たので、ついでにスコア報告ということで、エンディング締めさせていただきたいと思います。はい、まあ見てもらった通りなんでございますけども、私前半が43点、後半が46点、パター数が15、18、33の合計ストローク89、まあ80代だからいつも通りといえばいつも通りなんですけれども、これじゃあちょっとクラブ選手権で上位を狙うはちょっと厳しいということで、まあ他の人加藤さんは44、38、82、ミニが41、40、81で、ムーさん去年のクラブチャンピオンが36、39の75とさすがだな。でまああのミニード加藤さんに関してはほぼ同年代ということで、一応あの競技ゴルフ仲間でもありライバルという認識で私いつもラウンドしてるんですけども、この調子ではこの2人にも勝てないということで、まあ煮詰めていきたいところではあるんですけども、この大仙市民ゴルフクラブの動画を編集しなければいけないということで、まあほぼほぼ練習はできないまま本番になるのかなという感じでございます。でこの動画が出てる頃にはもうクラブ選手権も終了してる頃だと思うんですけども、まあそれはそれでまた別個動画出そうかなと思ってるんですけど、まずこのクラブ選手権ということで今日は練習ラウンド回ってきました。バーディー願ったな。見せ場はどこだったかな。後半14番ホールのバンカーからのチップインが、一応あれは狙ってやったんですけども、まさかちょっと入るとは思わなかったので、バンカーのヘリサーってやつをこう派手入れて、で、土手差をつけてうまいことこう転がっていければいいなと思ったら入ったと。まあ、あれが一応狙ってやったんだけど入るとは思わなかったけど、まずそこが一番俺の中では見せ場だったかなと。
あと OB 出してバーディー取ってのボギーがそれ含めで3つあったのが良かったかなとは思うんですけど、基本的にやっぱショットは曲がるし、ホームコースで OB3 発ってのはちょっと多いんだよな。でまあ次抜けのワンペもあったし、左側のワンペもあったし、3パットもあったけど、まあギリギリ80台で収まったのでハンディキャップ通りかなという感じで終わってきました。反省はそんなとこですかね。パターはわりかしいつもより入ってだったといえばちょっと嘘になるな、いつもぐらいだったかなと。まあ小難しくなるようなパターはなかったっていうのでだったかなということで、まあ、あとはドライバーショットとセカンドの精度かな、上げていければいいかなという感じでレースラウンド終わってました。はい、大仙市民ゴルフクラブクラブ選手権の練習ラウンドでございました。後ろさんまだ変わるからよ、まだ30度ちょいあるからちょっと一風呂浴びで帰りたいと思います。ヘバな